します。それでは、お待たせをいたしました。ただいまより山形市中心市街地グランドデザイン料亭文化像における千歳館の位置づけに関する共同記者会見を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。山形市より、佐藤貴博山形市長でございます。はい、よろしくお願いします。株式会社千歳館より沢渡明代表取締役社長でございます。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速発表に移らせていただきます。佐藤市長よろしくお願いいたします。それでは山形市中心市街地グランドデザイン料亭文化像における千歳館の位置づけについて発表させていただきます。本日8月17日の千歳館の休業発表以降、山形市はさまざまな形で市民の皆様からですね、千歳館一体どうなるんだと、これから市としてできることあるんじゃないか、あるいは議会でもそういった声もいただいてまいりました。そうしたこともあり、沢渡様からですね、現在の状況そして今後について話し合いをさせていただいたところでございます。沢渡氏は山形舞妓芸妓をはじめとする料亭文化と国の登録有形文化財となっている建物を後世へ引き継いでいきたいという大変な強い思いをお持ちでございました。しかしその一方で、これまでのように料亭の経営を維持し続けることはなかなか難しいというお話がございました。そうした状況を踏まえ、山形市としてもさまざま検討し、沢渡氏と話を続けた結果、沢渡氏から千歳館の建物および庭木等を山形市に寄付をしてもよいというようなお話がございました。当該箇所は山形市が中心市街地の価値を高めていく方向性を示すために策定した山形市中心市街地グランドデザインにおいて料亭文化ゾーンに位置づけております。ちょうどその南側のエリアでは七日町歴史と文化活用街区整備事業にすでに着手をしており、御殿関や資産楼を中心としたにぎわい創出に取り組んでいるところであります。またこれは別な行政課題なんでありますけれども、千歳館を含む周辺のエリアは山形市が緑の基本計画で定めている公園空白区域であることが課題となっております。これらを総合的に勘案いたしまして、町内でさらなる検討を行った結果、山形市といたしまして当該土地を取得して公園として整備をし、公園空白区域解消を図ることとし、合わせてご寄贈いただける建物の保存活用については、今後その活用についてサウンディング調査も行いながら引き続き協議検討していくことを決定いたしました。それらの具体的な内容について申し上げます。まず資料の仮称花小路公園整備による公園空白区域の解消についてご覧ください。山形市は緑の基本計画に基づき、身近な都市公園が充足していない公園空白区域への整備を推進しております。これまで平成22年度に深町公園、平成29年度には清澄公園、令和元年度には三畑公園など積極的に整備を行い、空白区域の解消を図ってまいりました。現在市街化区域内の公園空白区域は3区域となっております。当該箇所を公園として整備することで、住宅が密集し最も用地確保が困難であった本町七日町地区における公園空白区域が解消できるということになります。今後料亭の素晴らしい庭園を広く市民に開放する、魅力ある、これはまだ仮称でありますが、花小路公園の整備を進めていきたいと考えております。
続きまして資料の千歳間利活用にかかるサウンディング型市場調査概要をご覧ください。千歳間の一部建物につきましては公民連携による利活用策を検討するため民間事業者との対話を行うサウンディング型市場調査を実施するものであります。この調査により広く民間事業者の皆様からさまざまな意見や提案をいただくとともに関係者との協議を行いながら今後の利活用について検討してまいります。今般のコロナ禍の影響から老舗料亭千歳館としての営業は終了となることとなります。しかしながら創業家の思い、またこれまでさまざまな歴史を刻んできた、それに関わってきた市民の皆様の思いのこもった重要な文化財である建物やお庭を今後とも市民の財産として山形舞妓芸技文化継承の場、そして街中観光の拠点としても活用し後世に引き継いでいきたいと考えております。市民の皆様にもご理解を賜ればと思います。私からは以上でございます。続きまして株式会社千歳館代表取締役社長沢渡明様よりご挨拶をいただきます。お願いいたします。株式会社千歳館代表取締役社長の沢渡明と申します。本日の共同記者会見にあたりましてご挨拶申し上げます。去る8月17日料亭千歳館の休業宣言をさせていただきました。再開につきましては当初より非常に厳しいというふうに考えておりましたが、明治9年から145年続いた料亭千歳館の歴史や大正4年に建てられました登録有形文化財である建物の保存、そして山形舞妓芸技文化の継承などを思うとなかなか決断することができませんでした。しかし宣言後に山形市とさまざまな話し合いを進めていく中、建物や庭木等を市へ寄付させていただいて敷地全体を活用していただくことが将来のまちづくりと発展に寄与していく最善の道だというふうに判断したところでございます。今まで多くのお客様、仕入れ業者様、金融機関様、そして私どもと一緒に働いてくださった従業員の皆様に料亭千歳館を今まで続けてこられた感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。そしてこの場を提供いただいた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは発表は以上となりますので、ただいまの件についてご質問をお受けいたします。はじめに幹事社の方からお受けをいたします。朝日新聞さん、いかがでしょうか。朝日新聞の鷲田と申します。質問があります。まず今回公演にするという方、公演に向けて、まあ、今回、山形市の方に、土地と建物が寄贈されるということですけれども、肝心なこの料亭としての機能というのは今後どうなるんでしょうか。はい、お答えいたします。まずはですね、公園とするというところはですね、まあ、現在 の、 料亭の素晴らしい庭がございますので、まあ、それを生かした形で、市民の方に楽しめるような公園整備を行っていきたいと。そして、建物の利用につきましては、山形のまずその建物自体がですね、非常に歴史的な由緒ある建物でございますし、それを残して町並み景観にもつなげるということ、そしてその中身の活用につきましてはですね、これからサウンディング型市場調査で民間の知恵も借りながらですね進めたいと思いますが、市としてはやはりですね料亭文化の継承ということで、山形舞妓さんをですねそこで踊っていただいて、それを観光客の方に見ていただくとか、やはりそうした機能が必要なんだろうなと
というふうに思っております。このその他ですね、さまざま活用方法についてはアイデアはあると思います。酒田市に相馬郎さんというですね、やはりこれも元料亭だと思いますけれども、こちらで今これも舞妓さんの踊りを見ていただけるようなことになってますし、全国いろいろ調べていくとですね、そうした事例もあると思ってまして、そうしたものを参考にしながら、やはりこの山形市の文化の継承、そして観光の振興、そうしたものに、また中心市街地の活性化、そうしたものに資するようなことをですね、この調査の中から見出して取り組んでいきたいというふうに思います。社長にお伺いしたいんですけれども、今回8月から休業という状況が続いて、で人員の整理も行ったと思うんですけれども、今後法人格としての、千歳館というのはどのようになるんでしょうか。はい、今のところ未定ということで、はい、よろしくお願いしたいと思います。分かりました。あと最後にもう1点、これ比較できる話ではないかとは思うんですけれども、市役所の近くの公民案は、結局建物も壊される形での廃業ということになりました。山形市の中心市街地でそういった歴史的な、遺産というか歴史的意味のある建物だったり、そういったものがですね、なくなっている、廃業なりなくなっていくという状況が続いていく中で、今回この千歳館に関してはこのようにこう存続させる形で市が動いた理由について教えてください。はい、まず公民案につきましては、昨日ドキュメンタリー映画祭でその経緯と流れて、私も非常に残念でございました。で公民案についてはですね、一部報道された部分もあるんですが、二関社長からですね、ちょっとそろそろ経営が厳しそうだというようなお話をいただいた際にですね、やはり何らかの形で生かせないかということで、今でいうと紅の蔵ございますね、ああしたようなイメージの活用ができないかというようなことで、市の方でも早急に検討してですね、こうしたことでやりませんかというかなり踏み込んだ提案はさせていただきました。しかしですね、そこでご検討いただいたんですが、やはりそこでコロナ禍に突入してですね、やはり新関さんとしてもその先の見通しがなかなか立たないというようなことで、結局辞退をされたという経緯がございました。ですので基本的にはですね、歴史的価値の高いものについてはですね、生かせるものはなるべく生かしていきたいという思いはもともと持っていたことでございます。この度は特にですね、その先ほど申し上げた部分に加えてですね、料亭文化の継承であるとか観光の振興、中心市街地活性化ということに加えてですね、当然そのベースにグランドデザインの趣旨と合っているというのもあるんですが、公園空白区域の解消というですね、これは本当にこの課題が出る前からのずっと課題でありまして、やはり山形市のですね、中心市街地少し緑が少ないというようなことは課題でもありましたし、当然公園が中心市街地の本町七日町地区にないというのも課題で、これはもうかなり解決困難だなというふうに思っていたんですが、この度のお話が出てですね、今もお庭はあるんですが、こう自由には当然入れないわけでありまして、公園とすれば市民の方誰でも入って憩いの場とできるということもありますし、そうした部分もこの度の判断の大きな要素となっております。最後にすみません、もう一点、正式に登記上この建物なり、その敷地がですね、市の方に移るというタイミングはいつになるんでしょうか。はい、それについては町づくり政策部長。はい、それでは事務的な点でございますので、私からお答えします。まちづくり政策部長の渡辺でございます。これについては公園としての用地の取得ということでございまして、新年度予算、来年度の予算で、予算化して、対応してまいりたいと、このように考えてございます。以上でございます。
それでは、他の幹事社さんは今日欠席と伺っておりますので、幹事社以外の方からご質問をお受けいたします。お持ちの方いらっしゃいますか。はい、毎日新聞さんお願いいたします。毎日新聞の近藤です。細かい点が中心になりますが、いくつか伺います。まず自動車館さんがその寄付を申し出たこの時期というのはいつなのかということですね。それと料亭としての営業は終了すると、市長先ほどおっしゃいましたが、これは正確にはいつをもって終了するということになるのかということがもう一点です。それと不勉強で申し訳ないのですが、このサウンディング型市場調査のこの民間事業者との対話という、この対話という言葉が少し分かりにくいので、もう少し具体的にはどういうことになるのかというのを教えていただきたいと思います。それと先ほど予算的なことでですね、来年度予算で予算化するということをおっしゃっておられましたけれども、当然このスケジュールから言うとですね、今年度からさまざまな取り組みが始まるわけなんですが、具体的にはこの今年度にどういうぐらいの予算をですね、まあ、調査費ですとかいろいろなものがあると思いますけれども、どのくらい読み込んで、それで用地取得にはですね、現状としてはどのぐらいの予算を見込んでいるのかということも分かればお伺いしたいと思いました。以上です。はい、まずこの寄付というところのタイミングでありますけれども、話し合いの中でいろんなアイデアの中で出てきたので、必ずいつというところはなかなか申し上げられないんですが、9月の下旬にはですね、そのような話となりました。9月27日だったと思いますが、ちょっとそこはちょっと確認が必要なところです。で、また営業は9月30日をもって終了ですね。はい、料亭としての営業は9月30日をもって、終了ということでございました。またですね、対話ですね、サウンディング型市場調査ですが、これは今大沼後の再開発に向けてですね、もうすでに取り入れている手法でありまして、まあ、普通こうした案件ですと、例えばそのある土地であるとか建物を活用するにあたってですね、行政の側で公募条件をつけてですね、こういう条件のもとこの利活用している方を募集して、そしてまあコンペのような形で事業者の方から応募いただくというケースが多いんですが、今全国で取り入れられ始めているこのサウンディング型市場調査というのはですね、やはりその公募条件の設定自体がですね、行政のだけの固い頭だとですね、条件がちょっと民間のニーズに合わないような条件で公募してしまっては、いろんな可能性を潰してしまうということがあるんですね。ですので、あらかじめどういう活用の可能性がありますかねということをですね、民間事業者から広く話を聞いた上で、そんな中で行政としてのそうした公募条件のようなものを定めて本格的な募集に入るというような手法でありますので、実際今大沼の件でも対話をしてますけれども、現地を見ていただいたり、あるいはその対面でこんな形がありえますよという話を伺わせていただいたりと、こういうようなある意味そのいかにして民間の知恵を生かしたような活用ができるかという、そういうことが目的で行われているやり方になります。であと今後の今年度調査ですとかどうするかということと、あと用地の金額のイメージですかね、この辺は、これもまちづくり推進部長でよろしいですかね。はい、それでは、公園整備にかかるお金の話でございますけれども、まず現在の料亭千歳館の面積でございますが、あくまでも法務局の登記上の面積というふうにご理解いただきたいんですが、2480平米ございます。でただこれ正確な測量はこれからでございますので、この面積がイコール市の取得面積、買収面積にはならないかなと思います。
でこれから公園緑地課の方で、測量をしなきゃなんないわけでございますが、測量をして、面積を確定して、来年度買収の予算を取るということになってまいります。で具体的な面積が分かりますので、イコールあと、単価をかければ用地費が出るわけでございますが、現時点でのイメージとしましては、2億円から3億円の間ぐらいかなというふうに思っております。我々の試算では2億5000万前後かなというふうに思っております。これを来年度予算化してまいりたいというふうに思っております。でサウンディング調査については企画調整部長が回答いたします。はい、企画調整部長しています畑口と申します。サウンディング市場調査の、今年度 の、予算の取り扱いということだと思いますけども、この度の調査は、通信費とか事務的経費が、多少、必要かなというふうに見積もっておりまして、すでに別目的でいろいろ予算いただいている中で、流用して対応をするという考え方で進めたいと思っております。以上です。すみません、毎日新聞の近藤です。近藤です。ちょっと尋ね漏れしてしまったことがあるので一点伺いたいんですけれども、国の登録有形文化財に構造物になっている指定されているものはですね、私の記憶が正しければ母屋とそれから客室の千歳と鶴だったと思うんですけれども、これは結局母屋と客室ということでですね、別物ということになるわけですけれども、これはどういうふうに取り扱っていくのか、一体としてというわけには多分いかないんだろうと思うんですけれども、何か今のところ市としてお考えはあるんでしょうか。はい、おっしゃる通り3棟の建物はですね、登録有形文化財ということになりますけれども、これは実際の活用の仕方と大きく関わってまいりますので、やはりその市場調査をする中でですね、どのような使い方をしていくかということは決まってまいりますので、現時点で、これということでは持ち上げられない状況であります。はい、ありがとうございました。はい、それでは他にご質問、読売新聞さんお願いいたします。読売新聞田中と申します。よろしくお願いします。細かいところで恐縮なんですけど、この千歳館さんから市側に寄付の申し出があったということです。これ寄付の申し出されたのは社長がという認識でよろしかったでしょうか。はい、そうであります。あとなんですけど、すいません、ちょっと聞き逃してたら恐縮なんですけど、寄付されるのはこの千歳館の一部建物っていただいた資料にあるんですけども、もうちょっとそこ整理をしたくてですね、一部建物というのはその国の有形文化財に登録されている建物をだけなのか、それともそれも含めた全部なのか、あと庭木ってお話ありましたけど、そこもちょっともう一度整理させていただいてよろしいでしょうか。はい、一部と書いてあるのでですね、現在その今から先ほどから話の出ている文化財の3棟の他にですね、入り口近くに後で増築したレストランもついてますし、そうしたものは基本的には除いて、という活用というようなイメージを持っておりますので、それで一部というふうに書いているところであります。そうしたことも今後の活用の検討の中で、決めていくということになると思います。また庭木については現在存在する庭木は全てということであります。存在する庭木と、あと、文化財に登録されている建物がこう寄付、はい、そうです、母屋も含めた寄付、はい、分かりました。とりあえず以上です。ありがとうございます。それでは先ほど手を挙げていただきました山形新聞さん、いかがでしょうか。山形新聞の足立と申します。
料亭文化の継承というようなその保存のコンセプトにあるんですけども、料亭文化を生かすとなるとやはりその飲食というものが欠かせなくなってくるのかなと思います。なのでその利活用というところで、その建物を生かしたその飲食の提供というものは現時点で考えにあるんでしょうか。はい、現時点のですね、法律の中でもですね、飲食店と、まあ、法律上のですけどね、飲食店をあの中で行うことは可能であるとこういうことは調べていたところであります。これもやり方がいろいろあると思ってまして、まあ、例えばの最近だとのパーク PFI ですとかですね、いろんな手法も出ておりますので、その手法も含めて、検討したいと思いますし、まあ、やはり何らかの形で、飲食がなされるような利用の仕方の方が、まあ、望ましいのかなというふうには思っております。その基本コンセプトの中にあるその山形舞子の文言も出てくるんですけども、やはりそのサウンディング調査をしていく中でその、まあ、料亭を使ったその飲食の提供であったりですとか、あと それには必ずその山形舞子というものも生かすという部分は、これは切り離せない要素というふうに市の方では考えているんでしょうか。そうですね、これについてはそのような前提で、いきたいというふうに思っています。まあ、やはりこれまでですね、山形舞子、まあ、地元の経済界をはじめですね、支えながらこう継承し育ててきたところがあるんですけれども、まあ、なかなか逆に地元の方の以外の観光客の方であるとか、そういった方にこう見ていただく機会というのが意外と少ないんですね。まあ、イベントがあるときにそこで踊ってもらうというのはこれまでもあったんですけども、例えば普通に観光で来られた方がいるという機会がなかなか実際なかったところがありまして、やっぱり そこはですね、せっかくの山形の財産ですから、見ていただけるような活用ということで、そこは前提としていきたいと思います。それからですね、都市公園としての活用という部分のお話が出たんですが、その市民の方に分かりやすく、例えば既存の公園でイメージしてもらうとすると、山形にも紅葉公園があるかと思うんですが、ああいう例えば、まあ、完全に合致するものではないにせよ、ああいうイメージというものをこの千歳館としての、花小路公園でしたでしょうか、ここで考えているということでございます。そうですね、まあ、もみじ公園清風荘は、まあ、茶室とその周りの日本庭園ということでありますけれども、まあ、やはり千歳館についてもですね、できる限りこう今の状況を生かして料亭のお庭というところを気軽に楽しめる、また気軽に休んでいただける、そうしたことで進めていきたいというふうに思っております。まあ、普通の他の公園と一緒ということじゃなくですね、現在の状況を生かしていくということになると思います。すいません、最後に社長にお伺いしたいんですけども、9月30日をもって千歳館での営業は終了されたというお話でしたけども、店舗としてのいわゆる千歳館という企業はですね、今回ご寄付なさる建物といいますか、そちら1店舗ということになるんでしょうか。営業しているというところで言いますと、はい、1店舗しかもともとありませんので、はい、1店舗ということでお願いします。そういたしますと、その企業として現在の状況というのは、先ほどその今後は未定という話でしたけども、まあ、いわゆる法律上といいますか、そういう、業態の扱いというものは今どのような状態になっているものなんでしょうか。はい、それも含めてまだ未定ということでございますので、そういうふうにご理解いただけるとありがたいです。会社をこのまま存続させて別の例えば営業形態というものを模索していくのか、それとも、まあ、完全に終わしてしまうのかということも含めてということでよろしいでしょうか。はい、そのようにご理解いただけるとありがたいです。はい、わかりました。以上です。それでは他にご質問をお持ちの方いらっしゃいますか。はい、河北新報さんお願いいたします。河北新報の栗原です、よろしくお願いします。今回サウンディング型市場調査を実施するということですけれども、もうこれまでに
休業が決まってから今後のこう利活用とかですでにこう関心を持っている事業者とかはすでに出ていらっしゃるんでしょうか。はい、それについてはですね、まだ当然そのサウンディング型市場調査の募集を してませんので、こちらとしては把握しておりません。まあ、ただ市民の方あるいは地元の経営者の方で一体これからどうするんだというような心配の声あるいはそのご関心の声はいただいておりますので、まあ、もしかしたらですね、そういう方々から何らかのお話もあるかもしれないなと、まあ、いずれにしてもこの調査サウンディング型市場調査を始めなければですね、ちょっとわからない状況であります。で、この市場調査で、社長に伺いたいんですけれども、例えばどういったこう事業者にこう応募してもらいたいとか、そういった希望みたいなのは何か持っていらっしゃいますか。はい、やはり今まで の料亭の在り方をできるだけ損なうことなく建物も含めまして、活用いただける方が望ましいのではないかというふうに考えております。で、佐藤市長からお話がありましたように、舞妓そして芸妓文化を大切にしていただける方、そういった方々が望ましいのではないかというふうに考えております。では他にご質問ございますでしょうか。はい、では読売新聞さんお願いいたします。何度もすいません、すみません、まちづくり政策部長に伺いたいんですけども、ごめんなさい、2480平米ってこれ建物 と庭含めた面積ですか。すみません、ちょっと聞き逃したら申し訳ありません。そこを確認をさせてください。はい、現在の料亭千歳館の敷地の登記簿上の面積でございます。で、当然その上に建物が上がって庭もあって、この面積ということでございます。建物には延べ床ってことでいいんですよ。敷地の面積です。土地の面積です。あ、土地の面積です。あ、分かりました、ありがとうございます。あ、すいません、あと沢谷社長にお伺いしたいんですけども、まあ、最近ですね、まあ、やたら漬けさんなんかがそうだと思うんですけども、まあ、跡地がですね、こう、まあ、マンション建ったりとかですね、まあ、こう、まあ、意地悪な質問になってしまうかもしれないんですけども、その建物とかをこう、まあ、不動産の方に、まあ、ディベロッパーの方にこう売ってしまって選択肢もあったかと思うんですけども、あえてその料亭文化の存続というのは強調されてたと思うんですけど、そこを、まあ、目指されている狙い、思いを改めてとお伺いできればと思います。はい、私どもで所有しております建物はですね、一回壊したら二度と作れないものと思っております。やはり中に入られたお客様皆様関心があるのは建物の作りです。で、100年以上経っている建物でございますけれども、その細部に至るまでその当時の大工さんたちが本当に一生懸命作られた、そういったものなんです。ですので、そういった意味で取り壊してはならないというふうに私は非常に強く思っておりました。ですので、山形市の方からいただいたご提案に対して非常に私自身深く感動いたしまして、それで、あ、ようやく残せる道が開けたなというふうに感じた次第でございます。今おっしゃったその、まあ、取り壊したら二度と建てられないというのは主に母屋の方、それともそれも含めた。はい、全てでございます。わかりました、ありがとうございました。はい、では他にご質問ございませんでしょうか。山形新聞さんお願いいたします。山形新聞の伊佐と申します、よろしくお願いします。お二人にお聞きしたかったんですけれども、まあ、休業の発表からですね、まあ、2ヶ月弱ということで非常にこうスピーディーに今回の決断に、両者で、至ったんだなと思うんですけれども、やっぱりここはもうその建物も、まあ、どちらも置いておくと、まあ、閉じてしまうといいますか、劣化も早くなったりするかと思うんですけど、やっぱりこの2ヶ月弱でこの決断に至ったというところ決断に至ったその理由というかですね、思いというか、そこをちょっともう一度お聞かせください。はい、まず千歳館さんからその発表があった時のですね、まあ、市民の皆さんの反応ですね、
やはり、まあ、市役所にもそうですし、まあ、私自身にも大変心配の声がございましたし、また議会でも先ほど申し上げたような指摘が相次いだところであります、まあ、あともう一つはですね、やはりやだらずきさんの件で私も大変、残念な思いをしましたので、まあこの度はですね、まあ、そうしたことはならないようにというようなこともあってですね、早めにこうお話を お聞かせいただいて、まあ、市としての検討もですね、まあ、急ピッチに行ったということがまあ一番大きいかと思います。私どもではコロナの真っただ中にあって明日も見えないというふうな経営を強いられてた日々でございました。でその中でやはり倒産させてはならない、破産してはならないというふうな、そういう思いでやってまいりました。で そういう間に、市長さんと何度かお会いして、そしていろんなご提案をいただいて、そしてここに至りました。でスピーディーな対応に本当に感謝しているところでございます。おかげさまで建物も残せそうですし、そして多くの方にさらに喜んでいただけるような、そういった利活用を模索していただけるということでございますので、本当にありがたい限りです。すみません、もう一旦大沼のサウンディング型市場調査ですと、まあ、面積も広いというのもありますけど、ほとんど本当に縛りが全くないような形で、まあ、提案内容についても、まあ、そこは事業者さんからの提案をいただいて、まあ、市の事業化に生かすというようなスタンスなんですけど、今回のこのサウンディング型の市場調査の概要を見ると、まあ、やっぱり沢渡社長の思いである舞妓芸妓の活躍の場っていうところとかは、まあ、やっぱりそこは外さずにいこうということで基本コンセプトであったりとか、そういうものを設定してらっしゃるということになるんですかね。そうですね、これは繰り返しになりますけれども、そういったやはり歴史性を生かすのが一番大切なことだなというふうに思ってますので、そこで育まれてきた舞妓芸妓文化をさらに継承発展する場というところはですね、外せないなというふうに思ってますし、そうしたものがあるにもかかわらず、なかなか広くそれを見ていただける場がなかったということも、これはもともとのこれ課題でありましたので、そうしたこともこれを機にですね、解決をできるのではないかというふうに思っております。では他にご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではご質問内容ですので、以上をもちまして本日の会見を閉じさせていただきます。今日は大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。